皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。同じお考えってのが気になるよね。でもその位置でさ、声聞こえる？おう。よかったよかった、交流あるんだね。何、勉強会？っていうわけでもないか。ああ、お兄さん。お兄様は分かっていらっしゃる。さすが付き合いが長いだけあって。よかったね。お友達ができて。また雑務？そんなに人手不足なの？オープニング入りました。いやー、お兄ちゃんいいよね、お兄ちゃん。アルフレッド様だっけ？すっごい、なんて言うんだろう。やんわりというか、おっとりかな。優しい感じだけど、でもなんか怒ると怖いみたいな感じの男あったよね。なんかそこはやっぱりあれかな？本のことになると、ちょっとね、キリッとするエリアーナと似てるとこあるよね。やっぱ兄弟だよね。なんか社交界とかさ、大変そうだよね。いや、いろいろあるよな。王妃になる覚悟っていうか、王し、ね、王族のその覚悟とかもそうだしさ、王族に嫁ぐ覚悟とかもね、そうだけど。いや、こういう社交界とかで、ほんと大変そう。この前のなんかドレスのあれがパクられたやつみたいにさ、どこに患者がいるかもわかんないしね。オープニング終わりました。虫かぶり姫の10話ですね。長女たちの思惑。そんな忙しいの？ええー、いや、多すぎでしょ。ねえ。なんだと思ってんの？ああ。この子ね。堂々とパクリ宣言した人ですね。なんか、めっちゃエレンさんに見られてたけど。年も近かったんだよね。
そんなことを堂々と本人に言う人いるんだ。気にしてなかったもんね。見ちゃったもんな。いや、気づかれてないわけじゃないと思うけど。今頭がね、それどころじゃなかったんだよね。ああ。だけどね。ああ。なるほどね。そういうのに関わってくんのか。なるほどね。発言に本当、気をつけないといけないのか。魔王？言ってたもんね、アリエッタ王妃がね。守られてばかりじゃって。まあ、そうだよね。エリーはね、ズンズンいけないもんな。よかったね、ちょっと励ましてもらって。れ見ちゃったからか。そうだよね。すれ違っちゃった？の手紙。いや、なんか誤解じゃないかなと思うんだけどね、それは。この人って教育係とか？え？何それ？はあ。ああ、なるほど。側室か。いや、次女なのか？
そうだね。いいこと言ってくれるじゃない。大丈夫。周りの人たちはエディのいいとこみんな知ってるよね。どうなんだろう。実はもう分かってて動いてるとか？顔見たら意外と安心するみたいなこともあるしね。パズール。なんか違うものがよぎっちゃった。何？じゃあ仕組まれてるってこと？忙しい。ギリギリまで動く気？まあ、邪険にするはずがないよね。成分を補おうとしてる。むしろ喜ぶよね。あなたが忙しいからだよ。ね、グレン詳しいみたいな。またそんなほがらかに笑って。いや、それで引っ込んじゃう？目の前にすると喋れなくなっちゃうか。手は打ってある。どこまでわかってんだろう。もう数日経った。ちょっと、エレンさんにポーっとしてんじゃん。なんか嫌な予感がする。どういうこと？この子何も考えてないな。自分のことしか考えてないな。自分のことというか。
自分勝手すぎない？本当にそのミレイユ様は望んでんの？そんなことは。突っ走りすぎじゃない？やっぱりそうなんだ。だと思った。だから止めたんだよね、あの時、殿下。秘伝の方がな、受けがいいからな。その婚約者ってエリーのこと？なんか。勝手に美談にしてるなぁ。ちょっとイライラしてきたぞ。ズキズキ言うね。負けるな、エリー。そこ弱気になっちゃダメなとこだぞ。まあ今、自信失ってるからな。お、言っていいことと悪いことあるぞ。どうなんだ、淑女としてそれは、君。珍しくこう、まあ子供だからっていうのもあるけど、悪意をこう前面に出してくるね。側室、いやでもどうだろう、あの人。なんかエリー一筋な感じするけどな まあ周りがそれで納得しないか。お兄ちゃん？この二人が？いいね。ちょっと鼻息荒くなっちゃった いいんじゃない？この二人。知識の塊みたいな二人 お似合いだと思うな。戻ってきたか。ブラックだって？
そこだけ言っちゃうの。怒っちゃった。勝手に自分で答え出しちゃったっていうか、どこまで行ったの？ああ、引っかかっちゃった。エレンさんか。エレンさんはちゃんとミレイユ様の意思分かってそうだよね。ああ、殿下が泣かしたのかなって思ったのかな。 ちゃんと追いかけてきたんだね。エンディング入りました。やっぱりこう、あれだよな。最終回近くになるとちょっと不穏な感じになるよね。一旦ちょっとなんか、こう、喧嘩しちゃうみたいなね。もう、そうだよな。でも、そう言われちゃったら引くしかないよね。殿下だって。また一人で悶々とする悪い癖が出ちゃってるね、エリーのね。まあ、言いにくいことだとは思うけどね、確かにね。まあ、クリスはクリスでショックだったろうしね、ああいうふうに言われて。側室か。まあ、そうだよね。必ずその後継者というかね、作らないといけないからっていう問題がな。あ、エンディング終わりました。あ、もうないのか。そっか。予告ないですね。はい。虫かぶり姫10話ですね、見終わりました。やっぱりユールの恋人の話はあれですね、ミレイユ様とクリスがモデルっぽい話だったんですね。なんか前回ね、そうなんじゃないかなって思ったんだよね。なんかシャロンが話をした時にクリスがね、なんか途中でその話の途中でこう割って入って、わざとね、途中で話をぶった切るような感じだったので、なんかそんなような気はしてたんですよね。ああ、多分、そっち関係なんだろうなっていうね。まあ、あれくらいの年頃だから、その周りが見えてないというか、自分の周りのことだけというかね、見えなくなっちゃうのかな。なんかちょっと珍しくあれですね。今までこう結構その、まあ、資料祭の時にもね、ちょろっとなんかこう、
まあそれでも遠回しかな。まあなんかこうね、行ってくるご令嬢はいましたけど、ここまで結構なんか悪意を前面に押し出してバンバンぶつけてくるのも珍しいというか、なかったですよね、エリーに対してね。まあだから子供だからっていうのもあんのかな。まあ子供って言っても多分この世界観だと10歳でも結構大人びてるところあるんでしょうね。私たちの世界の10代とかね、10歳とはまたちょっと違いますよね。大人っぽい感じですよね、きっとね。まあでもそれでもなんか、あれはシャロンがただ暴走してるだけのような気がするんですよね。肝心のミレイユ様の意思は多分無視してるというか、わかんないけどね、ミレイユ様がそのお話には出てくるけど、実際に彼女自身が出てきてるわけじゃないので、彼女がどういう風に思ってるのかっていうのはわからないんですけど、まあ推し量るしかないけど、なんか彼女の意思を無視して、なんかそのシャロンが勝手に動いてるだけのような気がするんですよね。でも多分そのエレンさんはなんか知ってそうですよね、ミレイユ様の意思というかね。どうなんだろう、次週そのミレイユ様自身が出てくるのか、もしくはその代わりにエレンさんがシャロンをいさめたりとかしないかな。でもなんかいさめそうですよね、誰かがシャロンを。多分エリーはできないと思うんだよな。どうしてもやっぱりそのちょっと自信がないとか、こうはっきりこうそこまで言えないんじゃないかなっていう気がするので、なんかエリンさんはすごいね、エリーを気にかけてたりとかしてそうだし、なんかエリンさんがね、エリーに気をかけてたりする描写がいくつかありましたよね。なんか廊下をねこう歩いてくる時もちょっと気にかけてたりとかしてたし、なんかそのミレイユ様の真意を知ってそうな感じがするので、それ込みでなんかエリー気にしてるんじゃないかなみたいな感じはするんだよな。わかんない、私の勘違いかもしれないけどね。なんかエレンさんあたりにいさめてほしいな、シャロンをね、ちょっと黙らせてほしいな。ごめん、なんかあのすごい珍しくちょっとイライラしちゃって見ながらね、いやこの子が口出すことじゃないよなって思いながら見てたんですよね。口出していいことじゃないと思うんだよな。どうなのかな。まあちょっとねイライラするところもあったけど、お兄様がねアンナさんを誘ってるところはね、すごいちょっと興奮しちゃいましたね。お、やったーって、この組み合わせはいいぞってなりましたね。いやあの二人にはちょっとうまくいってほしいですね。あれですよね、聖夜の祝宴にお誘いしてたんですよね、一緒に出てほしいってね、パートナーとして。なんかいいじゃないですか。なんか結構あの知らない間にというか、描かれてないところで、まあちょっとね、なんか勉強会というか、なんか話したりとかね、一緒に読書してたりとかね、してましたよね。あの描かれてないところ以外でも多分きっとそういう交流があったのかもしれないですね。まあそのうちに仲良くなったというか、多分あれだよね、アンナさんの頭のいいところとかさ、書物にねやっぱり精通してるところとか、いろいろそういうのを賢い女性というかね、惹かれていったのかな、お兄様ね。いやそのペアはいいですね。ちょっと鼻息荒くなっちゃったんですけどね、見ててね。いやなんか嬉しかったですね、あの組み合わせはね。うまくいってほしいな。いやそして側室問題か。いやどうなんだろう、取らないってできないのかな。なんか以前にもさそんな話あったよね。でも側室取らないで一人の女性だけを愛した結果でも国がちょっと傾いちゃったみたいな話ありましたよね。まあそういう問題もあるかもしれないけど、まあ結構クリスはやり手というか、うまく国のその舵を切ってる気がするから、やりようによってはね側室取らないってこともできるんじゃないかなって思ったりもしたんだけど、どうなんだろうね。
まあエリーにとっては取らない方が嬉しいだろうけど、まあその世継ぎの問題とかあるからね。それだよね、問題はね。いや、そんな簡単な問題じゃないよな。でもなんかクリスはすごいやっぱり一途な感じするからさ、どうなんだろうね。まあ切っても切り離せない問題だよね。割り切ってるとかいうのもあるだろうしね。そういう側室があるところではさ、側室がある国とかではね、そういうのもあるんだろうね。わかんないけどね、もうお話の中でしか知らないけどさ、そんなの。まあ日本だったら大奥とかね、あるよね。もうなんか恋愛がどうとかっていう問題じゃなくなるもんな、あそこな。でもやっぱり女性の身からしたらすごい複雑よね。まあでも国の問題だからな。これはどうやって答えを出すかね、クリスがね。でもその悶々とそのエリーが悩んでることをさ、クリスは知らないのかな、気づいてないのかな、あの感じからして。でも多分もしかしたらその気づいてたとしても、ああ話してくれないんだみたいな、エリーから話してくれるのを待ってたんだけど、エリーがその勝手にというかね、まあその答えを自分の中で出しちゃって、それだけ突きつけちゃったから、ああそっか、やっぱり話してくれないんだでこう去ってしまったのか。分かったって言ってね、まだそのエリーが自分から話してくれるまで待とうって思ったのか。まあちょっとね、エリーの悪い癖が出ちゃったよね。うまく仲直りできるかがね、気になりますよね。その聖夜の祝宴の前に仲直りできればいいんですけどね。でもアグネスさんだったっけ、なんかエリーにはエリーの強みがねありますからみたいなことを言ってましたよね。なんか周りの人はね、みんなね、そのエリーのいいところとかね、強みだったりを知ってるよね。だからもうちょっとね、エリーには自信を持ってもらいたいね。まあなかなかね、性格上の問題もあるし難しいとは思うけど、でもエリーはそのクリスに愛されて自信をつけられるような気もするんだよな。わ、こんなに愛されてるんだっていうね。アリエッタ王妃はなんか守られてるばかりじゃダメとかさ、そういう風に言うけど、お互いを支え合ってちゃダメなのかな。どっちかどっちかが一方的に寄りかかってたらちょっとね、苦しくなっちゃうかもしれないけど、でもいろんな愛の形があるからなって思うんだけどね。まあ難しいよね。本当それこそね、いろんな愛の形、いろんな恋人たちの形があるからね。いやでも本当仲直りしてほしいですね、聖夜の祝宴の前にはね。ちゃんとこうすっきりした気持ちで聖夜の祝宴を迎えられたらいいですよね。次回聖夜の祝宴になるのかな、もうその前になんかこう問題解決みたいな話が挟まるのかな。まあいろいろとね、ちょっともうなんかさ、普通のカップルっていう話じゃなくて、そういうレベルの話じゃなくて、王族っていうね話だから、いろいろ難しいところも出てくるけど、二人にはちゃんと話し合ってほしいですよね。ということで、虫かぶり姫10話ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではマーブルでした。